いやほう、じゃあもう今日はね、ちょっと後輩に負けて悔しいんで、のりもとくも使って買っていきました。ドゥンドゥン。ふぅ。まあ、ちなみに、その後輩に負けたんだけど、さっきも3連続吉野部。マジで ?3 連続吉野部って、もうそろ高橋吉野部だよ。マジで。まあ意味わからんけど、神宮ね、まあ神宮僕の庭っすよ、うん、僕の庭っていうことで、あのねセンターの洋服直山、あれ僕の家っす。はい、ふう、おっと変な押しちゃった、ツーシームかと思ってた。まあいいや、いいよ、ボールならなんでも。あの、リモト君なんと言ってもツーシームスプリットのね、使いって、おぉ、ということで、この二つをうまく使っていきたいです。いいね。全然ボールでも OK っすよ。ピーン。おっと。取れてもいいんじゃないか?まあ、それはさておき、ちょっとホームラン打たれたらまあ仕方ない球なんですけど、この球いい球でね。これファールなんで打っても。まあ、打つ人の技術によるん、いいね。次、スプリットと思われがちなんで、ここもフォークを、オープンボール。ちょっと天井部ペースでファール打たせます。やべ!まあ、外角から、やばいね。ちょいと調子が悪いっす。リーター、チッチ、リーター、チッチ。ギーター、チッチッギーター。まあ、ここからね、0点に抑えるのが。ちょっと打たれすぎかもしれないね。ここでリリーフを出すっての、いい球。全然フォアボールならフォアボールでもね、いいんで。ちょっとチェンジオブペースが、おっ、うえー、危ねえ。高めのね、高めのフォーク。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。まあね、たまにモサとも当たる。やばいね、今のね、取ってくれてももうそれよかったんじゃないですか、運営さん。すまない、ちょっとね、打たれすぎかね、則本君と今日。よっと、4点くらいね、まだまだっすよ、まあ、僕から4点取ったところで浮かれてもやばいっすね。おっと、今のはなんで取ってくる?うわぁ、高めのフォーク良くなかったな、でも。ちょいと悔しいっすね。ああ、今の球うまく使えばよかったな。スプリットを、うわ、めっちゃ打たれた。でも、僕は打ち返します。NTT 西日本さんですね、相手は。このコカ・コーラに当てたら、1000万円。ほうほうほう。吉野部くんね、集中すれば多分打てます。ツーシームとかね。うわー、今のな、ちょっと迷いがあったからな、それが良くなかった。まあ、スプリットとツーシームはね、見極め全然つくんで、あとは、レフト動かな。まあまあまあ。からっすよ、このピッチャー通信あんま使ってこん、2期使ってこん、2期、庭2期。まあ今のは仕方ない。まあね、変にね、当てれるなら空振りの方が全然いいんだよ、本当に。今
今の抜けてほしかったな。まあ、ここでホームラン打って4対2にしておきたい。たい。ホームランを打ちたいです。お願いします。はい、わかりました。ホームランを打ちます。まあまあまあ、いいっすね。今のね、縦カットをね、もう、このピッチャーは縦カット、このピッチャーは縦スラってのを覚えとかないとね、打てませんよ。本当にね、集中。いいね。つながる。ここね、今4連勝中なんで練習を止めたくない。だからホームラン打ちます。おっと。ちょっと今のはあかんかったね。待ててなかった。いいよ、今の球はね、高速スライダーと勘違いして手を出さないところがね、成長したポイントですね。はい、打っていきますよ。はい、見えてますね。今のインコースからね、坊主になることもね、見えていたんで、はい、まあ、ここも振りませんよ。ここは落ち着いていきます。ストレート。いや、惜しい。飛距離は十分ってやつですね。まあ、打てたんで次の回ですね。ちょっと僕は則本くんは変えたいと思います。なぜなら理由は一つ、打たれるから OKD にしよう。掛布くん構え可愛いよね。ちっちゃい子がなんかうんこしてるような構えしてるよね。うんこ構えと呼びましょう。すいません。いやー、めっちゃ打つやん。いやー、これストライク入ったらワンチャンやられるな。あー、でもストレート得意やん、このピッコンは。このやばいね。多分ストレート張ってんな、これ。多分ボール球でいいよ。やばいね。いや、今のやられるか。ちょっとツーシームの曲がり幅がね、ヘボい。ヘボタン、プロタン。ヘボタンで絶頂ってやつね。いい球。よっしゃ、危ねえ。ヒット8本打たれながら4失点。これはね、悪くないっすね。ということで、山本投手をさばいていくっていう風にやってみなかった。はい、これでね、逆転しますよ、僕は。はい、まあ、ここでダブルプレーにならなんかすれば打てます、勝てます。今の球ね、振ってるようじゃダメっすよ、本当に。いやー、甲斐キャノンにはね、代打っすよ。僕の好きな、小笠原慎之介。はい。このね、変態打法ね。相手のピッチャーを隠す変態打法。カットか、次高速スライダー来るよ。高速スライダーだったら振りません。はい、見え見えの見えすけ。うわ、入ってんのか。まあ、今の振ったらね、ホームランだったんでちょっと遠慮しました。はい、やばいんじゃね。うわー、負けだ。悔しいけど、まあ連勝してたんで、まあ悔しいけど、まあ打率はね、そんな悪くはないと思うんで。
ニューですね。でね、まだまだ